よし。観測者たちの結社、オーバーシア。はい。
粘着メッセージ。ここか。まあこれだな。ビジター、状況を説明するよ。アーキバスがザイレムに総攻撃を仕掛けてきた。うちの連中が応戦してるが、まあ厳しい。正直言って押されてる状況だ。わかるね。そろそろあんたの出番だ。ザコはうちのチャディと部下どもで持つ。あんたに任せたいのはこいつだ。ベスパーワン、フロイト、企業陣営の筆頭、文句なしのエースさ。私はウォルターが託したあんたにかけることにした。引き返せない戦いになるが、頼まれてくれるか。じゃあどうじゃねえか。アセンブルで、まあまあまあ行こうか。レイダー、あなたの考えは分かりました。残念です。ごめんね。一周目は君の思いに乗ったからさ。二周目はね、戦闘モード起動。始めるよ、ミスター。ベスパーワンの投入まで猶予がある。その間に企業の主力機体を叩いてほしい。痛い。オッケー。
ここで補給、ここで補給。よし。たまには見るか。もしかしてラスティか。ラスティなんだろな。あそうなんだろ。待ちわびたぞビジター。バカめなよ。ベスパーワン、フロイトの撃破を確認。クソチャッティが。ベスター、あんたにかけて正解だった。私もボルターもチャッティだってそうさ。チャッティ。別れたからな。さあ最後です。
は今宇宙空間との境目カーマンラインのちょっと内側にいる。アーキバスはルビコンの封鎖システムをまだ完全には掌握できてない。衛星砲を使えない以上ここらが企業勢力の最終防衛ラインということさ。連中の妖撃艦隊との空戦になるが勝算がないわけじゃない。この中域にはアイビスの日以来大量の残留コーラルが漂ってる。その流れに飛び込めば無尽蔵のエネルギーが得られるはずだ。頼んだよビジター、ここを突破すればバスキュラープラントは目の前だ。おや行くか、これでこの機体で。いよいよ大詰めだ。大津さんの意志を俺はだからこそ継いで。笑ってやろうじゃないか。ああ笑って迎えてやる。メインシステム戦闘モード起動始めるよビジター。おうこっちでも迎撃する。撃墜競争と行こう。なるほど。主力艦隊は防衛ラインを検知してください。はい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 。そっちも行ったことしたようだね。はい。やるだろ。みんなビジター、前方に大量のお客さんだ。本当だ。撃っててな。掃除を始めるよ。前衛艦隊が撃墜されました。近づいてるこれ。主力艦隊は陣形を維持してください。近づいてるか分かんないね。はい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 。オッケー。撃墜を確認した。これで3巻。はいはい。いいか。おうよ、やってやろうじゃねえか。はい。はい。無限エネルギーだからよ。無限だからよ。来た。ってことして、あぶね。はい。OK。はい。オッケー。はい。はい。オッケー。
間だぜ。終わりだぜ。開いてるね。誰だ？あ、どういうことだ。企業は封鎖システムを掌握できてないはず。一体何が？これは お前なんだろう。かっちょいい。ラスティの機体作れるのか。ああ、ラスティですね、これね。これだ。とりあえず不完全だけど、この機体を登録しましょう。どこに機体を登録しとこうかな。ここで世話になったな。思いだけでも。レイブ、やはりお前か。衛星砲は私が掌握しました。あなたはもう引き返すつもりはないのでしょう。私もそれに応えます。一人のルビコニアンとして
俺もお前を友として迎え撃つさ。指定する封鎖ステーションに来てください。待っています、レイブ。待っててくれよ。あなたには今も見えているはず。コーラルたちの声が。ああ、見えてるさ。見えてるからこそ。それでも人とコーラルの可能性に目を向けず、私たちを根絶しようというんです。うわ、俺も変形したいんですけど。かっちょよ。
はい、はい、危ねえ。はい、うわっ。やばい、すぐあれになる。はい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 、痛い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 、はいはい、痛いなぁ、はいはいはい、よし、はいはい、 OKOKOK、 はいはい、はいはい、当たってなくね？ダメージ食らってる？はい、はい、痛い、はい、あ、危ない、はい、はい、はい、やばい、うわ、あ、もうちょっとだ、いけるいけるいける、あー、うわー、ひどい、あー、もうひどいよ、はい、あー、もう、あー、もう、こいつ、はいはい、え、なんで、うわ、一歩届かず、
え、嘘やろ。あー、ひでえなー。オッケーオッケーオッケー、もうちょい。あなたこそが戦火そのものだったの。はい、まあまあ、なん全然当たんねえんだよな。はいはい、よし、あともうちょっと。あ、痛い。はい、オッケー。いや、俺は確か、カーラ、お前、綺麗だな。コーラルをめぐる争いに勝者はなく、炎と嵐の後にはかつての開発惑星の痕跡のみが残った。半ば死に体となった企業勢力は惑星封鎖機構との共同声明を発表。ルビコンは廃星として永久に放棄されることが合意された。そして、星系を焼き払った周辺、世界の敵たる独立傭兵は消息を絶ち、今はただその名だけが歴史に刻まれている。二度目の再起、レイブンの日として。なるほどな。いやー、よかった。これが2周目ですよ。なるほどなー。これで3周目どうなるか。いやー、オールマインド絶対出てくるだろう。解除条件をクリア。ハンドラー・ウォルターからのメッセージを再生します。
そして感謝しよう。621、お前を縛るものはもう何もない。これからのお前の選択がお前自身の可能性を広げることを祈る。いや、楽しみだね、この3週目のどうなるか。登録番号 RB23、 識別名レイブンによる認証を確認。安否不明状態を解除、ユーザー権限を復旧します。傭兵支援システムオールマインドへようこそ。レイブン、あなたの帰還を歓迎します。認証は通ったようだな。お前には十分な経験がある。この星にもすぐ適応するだろう。早速だが仕事を取ってきた。ここが3週目か。